はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのハリアです。さあ、今回もですね、ハーベステラやっていきたいと思います。前回ですね、ネメアの方のクエストを2つこなしました。まあ、だいぶね、ビターな感じでございましたが、今回もね、クエストの方こなして、世のため人のため頑張っていきたいと思います。では、参りましょう。お手紙、きっとこれが始まり。平穏な日々が続いています。おう、必ず記憶を取り戻し、もう一度会いに行きます。ジェドさん頑張ってくださいよ。そして、シェリーさん。うん。またネメアの展望台の近くに来てちょうだい。あ、わかりました。やっぱり続きそうですね。シェリーさん。はい、旅人です。ちょうどあなたに会いたかった。まあ、手紙も来てましたしね。会いたかった。お願いしたいことがあるのだけど、何でしょう？私をシャトラに連れてってですかね。やっぱりどうしてシャトラに、まあ、首飾り関連でしょうけど、ペンダント関連でしょうけど、はい、そっくりだっていう話は、いただきました。聞いてみたの。二人の様子が変だった。何かを隠そうとしている感じだった。なるほど。何か重大な秘密が隠されてる。はあ、まあ、パッと行って、パッと帰ってくるぐらいなら、両親の許可がないと、と言いつつも、いいかなとも思っている感じですね。きっと反対されるもの。困りましたね。ダメかしら。まあ、そう言われると、ああ、許されない。真面目だ。旅人くん真面目だ。残念だけど、最終手段を使うしかないわね。え？最終手段。はい。お父さんたちにお願いしてもダメ。あなたにお願いしてもダメ。それなら、一人で行く？一人でシャトラに行ってやるわ。やっぱり。こんなこともあろうかと、実はもう準備はしてあるのよ。行動力が。行ってくるわね。いや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 。飛べるんだ、チラッチラッ。私のことが少しでも心配ならシャトラに来ることね。チラッ、行った、早い、早いんだよ。シェリーさん早いんですよ。やれやれ、これは行くしかない。蘇る記憶、これ速攻で行かないと何が起こるか分かりませんからね。行きましょう。いやー、この世界は行動力の権限がいっぱいいて困っちゃいますね。さあ、シャトラへ。ここ翡翠の森だ。さて、あ、いましたいました。やれ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 ですよ。見覚えがある？はい、追いかけてきましたけど、放っておけませんからね。来てくれると思っていたわ。くっ。ここまで来たら最後まで付き合う。はい。乗りかかった船。乗りかかった船案件が多すぎるんですけどね。乗りかかった船ですから。どうやってシャトラに？そうそう、一人で。それは、ん？あ、行商人がいるんだけど、なるほど。すごい。ちゃんとそこまで考えて。帰りのこともお願いしてるから、そのあたりのことは大丈夫。そう、どうしますか？砂浜行きますか？まだ何も考えていない。おう、シャトラに来れて感動しちゃって。めちゃくちゃ雨降ってますけどね。海が綺麗で潮風も気持ちいい。昔と全然変わってない。昔？昔と変わってない。私今どうして？昔、来たことがある？知ってる。シャトラを知っている。シャトラに来たことがあった。覚えてなかった。思い出した。お、記憶が戻った。思い出した。行かなくちゃ。
ふむ。どこかに行ってしまったシェリーを追いかけよう。砂浜、見ましたね。いきなり走り去っ、どうしても確認したかった。この浜辺を、子供の頃にここに住んでいた。本当のお父さんとお母さん。本当の。本当の両親じゃなかった。本当の名前もシェリーじゃない。リン。記憶喪失だった。うん。どうしてこのペンダントを持っていたのか。うん。自分の記憶を取り戻そうとしていた。あのわがままには理由があったのか、ボソッ。私もびっくりよ。こんな理由があったなんて。行きたいところが、はい、どこでしょう。本当の両親の家。わかりました。どんな事情があるかがわかんないから何ともですけど。海の見える家だった。酒場の近く？昔住んでいた家に行こう。ああ、近いですね。ここ。この家で間違いない。本当の家、本当の両親が暮らしている場所。そうですね、私が先に行きましょうか。じゃあ、勇気を決めて、行きますか。はい、行きましょう。早く支度しないと置いてっちゃうぞ。あの女の子の家？え？今家の中から声がしてたらパニクってる。そんなの聞いてないわ。隠れましょう。はい。あれが本当のお父さんとお母さん？やっぱりまだここに。パパママ待ってよー。やっぱりあの女の子じゃないですか？貝殻を一緒に集めてくれたルリちゃん。貝殻探したい。旅の人と、そうですよね。家にある貝殻と同じって言ってましたもんね。明日また一緒に行くか。なんかまあ、幸せそうな感じでしたけど、どうしましょうね。大丈夫だから。愛されて育てられているのね。本当にいいんですか。居場所はないわ、だからいいの。後でいつもの、わかりました。こう、辛いお話がこの世界には多すぎる。この世界には辛い話が多すぎる。こんなハートブレイクな私の心を癒してくれるのは釣りしかいない。でーい。
大王マグロ、すごいの釣れましたね。釣れたら自慢しよう。でも主ではないのかな。大王マグロいっぱい釣れますね。あったかたい。さあ、寝目は向かいますか。主は本当に釣れない。いるのかってぐらい釣れませんね。シェリーさん、今まであんなに町の外や海に行きたいって言ってたのに。うん、ネメヤはほっとする。記憶喪失になった原因、事故、馬車が、はいはい、両親とはぐれちゃって。うん、あ、ネメヤの孤児院にいたんですね。そんなことか。その事故で死んじゃったと思ってるんだと思う。なるほど。そう、生きてるんですよ。ルリちゃん、可愛い妹がいたなんて。ちゃんと乗り越えてる。なるほど。本当に伝えなくていいんですか。そうですね。わかりました。はい。じゃあ私からは何も言いません。はい。切ないクエストが多い。切ないクエストが多い。コンプリート。甘露きび、砂糖、甘々。クエストの中身とは裏腹に報酬は甘々。さあ、これで一旦ネメアのクエストはこなしましたかね。じゃあ次はシャトラの方向かいましょうか。最近シャトラ結構行ってるんで。またシャトラ行きまーす。さ、シャトラーですが、多分展望台の方と、どっかにもあったはず。マスターのクエストとかかな。エリアさんって行ったことないですね。エリアさんってどこにあるんだろう。そっちの方にもクエストあるかもなので、行ってみますか。そうですね、酒場のマスターのクエストと、多分展望台のクエストと、エリアさんにももしかしたらあるかも。こっちかな。エリア2ですね。これエリア1だ。ふむ。なかなかシャトラ難解な構造してるんですね。こっちは？あ、こんなとこにモノライトが。謎の店？何ですかこれ。おや？なんか、0点の井戸の底みたいな見た目してますけど。コロ！あら。コロネル。コロネル商人。うわ、怪しい。コロネルのお店？可愛いですけどね。品揃えは怪しそうですね。コロ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 。何を言ってるのかわからない。誰かいる、男の子。はい、この隠れ家を見つけるなんてやるじゃん。ここは君の隠れ家なんですか？この商人のマスターコロネル。コロコッコー。あんたが来てくれてよかったよ。ああ、内緒だからずっと誰かが来るのを待ってたんだ。なんと。コロコロ。ちゃんと聞いてみるから。ふむ？言葉がわかるの？なんとなくだ。わかんないですね。なんでだろう。
はい。お願い。コロネル人形。あ、なるほど。いくつか持ってますよ。コロロ、コロコロ。いろんな場所に落ちてるみたいで、俺じゃ探しに行けなくて。大事なものみたいだから、なんとかしてあげたいんだ。コロコロ。いいものをあげる。なるほど。いくつかあるんで、渡しちゃいましょうか。コロー、かわいい。ありがとう。5、6個あるんじゃないですか？会話する。コロネル人形の数は0個だよ。5個になったらアーチ型の柵のレシピをあげるってさ。コロコロ！コロネル人形を渡した。コロ。喜んでいるようだ。コロコロコロ。いいものをくれた。アーチ型の柵のレシピ。コロコロコロ。いいものをくれた。質素な冒険の指輪。今何個なんでしょう。11個。アクセサリー、アクセサリー合成壺。欲しい。それ超欲しい。ここがエリア3なんですかね。ってわけでもなさそう。ふむ。とりあえずなんか、いいものもらいましたね。今、付け替えられないか。質素な冒険の、HP アップ、1。あ、300ぐらい上がる。まあ、つけとけますか。さ、それはそれとして、クエストですよ。さ、灯台ですね。おや、話してますよ。また切ない音楽が戻ってくる気はないのか。うん。灯台森さん。灯台を修理しようとやってきた。けど、親父さん。こんなところまで連れてきたと思えば。もう戻るつもりはない。あなたは灯台森のはずなのに。どうして部外者がここにいる？そう、協力者の一人だ。つまりもう部外者ではない。ただ直せばいいという問題じゃないんだ。うん。シャトラの灯台はもう死んだ。罪を背負い一生をかけて償っていかなければならない。罪。俺の罪だ。灯台を直すなら好きにすればいい。肩書きもやる。おーん。放っておいてくれ。一体何があったんでしょうね。心当たりもない。頼みがある。はい、何でしょう。償いとか罪が何なのか、調べますか。ふむ。そうですね。まあ、旅人だからこそ、ポロッとっていうこともありそうですからね。聞き込みなら任せてください。はい、任されました。聞き込んでみましょう。灯台森の罪。はい、わかりました。これジェドさんとかの一件じゃないですよね。なんか、うまく導けなくて、沈没しちゃってとかじゃないですよね。繋がってたら全方面的に地獄ですけど。聞き込み。はい、この間の。会うことはできたんですけど、噂は本当だったのか。噂。なんか知りませんか？ローレライ事件？ローレライ事件？やっぱりそうなるよね。ローレライ事件と関係が？そうですね。根はめちゃくちゃ深そう。寮に出ないと。はい。ありがとうございます。
ローレライ事件が関係してる？あとは浜辺の方。おじいさん？ん？おばあさんかな？おばあさんですね。こんにちは。はい、東大森さんについて何か。あの坊やのことを聞きたいんだね。知ってるといえば知っている。アルジェーンに行って、アルジェーンに行ってる。はい。あー、もしかして、懺悔みたいな？一人では行かないからね。ローレライ関連かつアルジェーンに行っている。ありがとうございました。アルジェーン探ってみるしかないですね。では、アルジェーンに向かいましょう。さて、テルシテスさんのところのあたり、つまり免罪院の近く。こんにちは。シュリカなら聖堂にいるんじゃないか。シュリカなら聖堂にいる。シュリカさんには今は用はない。いましたね。チラ。時間を取っていただきありがとうございました。ここまでわざわざありがとう。おや、奇遇ですね。どうしてここに？あなたがアルジェーンにいると聞いて、追ってきました。何を話してたんですか？お前に話すことは何もない。面倒をかけてすまなかったな。いや、そういうわけにはいきません。どうしてそんなに頑なに？怖いのさ。シャトラに帰らせてもらう。怖い。そこの方、おばあさん。いえいえ。ほう。助かります。お話を伺いたかった。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。では、お邪魔します。はい、東大を復活させようと頑張ってます、ログ君が。仕方のないことだと思うよ。償いと、はい、償いと言いました、確かに。私に対しての？息子に対しての償い。シャトラで漁師をしていたんだ。不慮の事故で。経験不足。ローレライの、はいはいはい、ローレライ事件の最中で、だったんですね。トルガさんもだから、何かしたんですか？灯台に明かりを灯したのがトルガさん。そうですかね。なるほど。必死だった。明日を生きるために。そうですね。この異変自体が原因。トルカさんを助けてやってほしい。希望の灯火なのだと。なるほど。わかりました。できるだけのことはしましょう。
報告しましょう。ではシャトラに戻りましょう。海を見てる。こんばんは。はい、わかりました。なんだよそれ。うん、そうですね。おばあさんは助けてくださいと、助けてあげてほしいと言ってました。わかりました。早くしないと酒場が閉まる。さて親父。また酔っ払ってますね。聞いたよ全部。東大森じゃない俺には。あの事故は全て俺が。だけど、ログ君、自己満足を理由にその期待を言いますね。自己満足で何が悪い。そうですね、おばあさんが言ってましたね。さあ、トレガさんの心には響くのか。あなたが戻るのをみんなが望んでいる。そう、きっと亡くなってしまった漁師さんも。立ち直れないか。いや、言葉は届かなかったわけではないとは思うんですけどね。わからない。きっと大丈夫だと思っていた。もうどうしようもない。ログ君、次の東大森として。ログ君、辛い。クエストが重い。クエストが重い。あったかたい。こんな私を癒してくれるのはやはり釣りしかない。夜、ネメヤに行ったら主が釣れるかもしれないので行ってみましょうか。心を癒してほしい。桜見ます。夜桜見ます。お、これ、主なんじゃないですか？わかんないけど。なんかちょっと、そんな気がしますね。主の一種だ。あ、主釣れましたよ、主。夜桜見ます。やった。これ、ちょっと、届けてみましょうか。テンションが上がってる。テンションが上がっている。よし、よし。行きましょう。サファギン様に届けましょう。サファギン様、主が釣れました。魚を渡します。納品可能。あ、これ名前もよく考えたら、出るんですね。ってことは、やっぱドラゴンなんたらは、別に、あれなんだ。主ではないんだ。じゃあ、夜桜見ます。納品します。ローレライの涙二つ。5000。めっちゃサファギン様お金持ち。やったー。初めての主ですよ。よかったよかった。点上げ点上げ。これで私の心も少しは癒されるってもんですわよ。では、自宅に戻りましょうか。これで、あれですね。多分、スプリンクラーレベル2が作れるはず。作っちゃいましょう。カン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 。レベル2。自動で周囲2マス。
してスプリンクラーももう一個作れますね。作っちゃいましょう。真夜中。うん、いいですね。柵とかは別に今はいいやって感じですね、やっぱり。オッケーオッケー。じゃあ今日は寝ましょう。いやー、主連れてよかった。心が助かった。おやすみなさい。レベルは久しく上がっていない。お金持ち4万、ついに4万ですよ。まあ、種買うんで本当にお金は貯めとかないとですけど、式まであと2日。屋根裏で何か気配がした。お。なんか主を釣ったことによる変化ですかね。妖精が4人揃ったことに対する変化のような気がする。ちょっとタイムラグがあるのかな。ふむふむ。はい、ではね、今回はこのあたりとさせていただいて、次回引き続きね、クエストの方をこなしていきたいと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。